今ですね、あのー、研究のーマネージメントとか、それから研究、このかあの、これからの研究のストラテジーをお話ししたの、計画したり、デザインしたりする、しているってことをしていますけれども、ちょっと前、5年ぐらい前までは、本当の研究者でして、えー、あの、毎日スーパーコンピューターを相手に、シミュレーション、非常に大きな、あの、シミュレーションをやっていました。 それが私の仕事ですで特に問題を何,何かというと地球温暖化とかそれからあ地球の環境についての将来予測をやっておりました。